ね、たわしでやろうって金のたわしごぼうたわしで、うん、これを洗って、うん、金たわしで洗っ て、この皮を取ります。ここやって、ここにちょっと下わかんないね、ちょっとやるんですけど、ここたらうつらんで、お前綺麗に取れるの、これゴーちゃんの歯を見てる、そうゴーヤちゃん、うん、飲み寄ったらね、美味しいで、その中やっとくよ、はい、取れたよ、はい、そしたらこんなもんじゃないの、うん、取れたよ、これそう、ギリギリそんなにないんで、もう多くある分は大丈夫やったらない、ま、これね、はい、これ、これくらいに、はい、これ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 、回しまって、はい、こっちを、左を回しまってやった、はい、そこいったら見えんね、こうやって写してるの、はい、くるくる回し持ってうれしい限りで、何をやってくれる、うん、いや時間あるときはね、こうやってやったらやりやすい、どうそんなことしたら時間ものすごくかかる、こうやって持ってね、うん、こっちうんと力入れるの、うん、こそうやってやってないで、こっちうんと力入れるの、指切りそうになるもん、ガリにも大丈夫、まあやってない、力入れて全部怖い、指落としかない、そういうことやで、刺さっての方がおばあちゃん切ろうかね、橋はね、これ妖精みたいな、すぐ、はい、それで、あの、ちくわを出すよって。ちくわ。うん。一本だけで、一本で。ちくわ。これの、こんなの怖い。刺されるね。指と指と指だろう。うおー、怖い。なるほど、なるほど。いや、怖い、怖いすぎない。怖そうげな、なんていう、怖いと思う、こんなこれで、あの、アクを取るの、はい、で、それを薄く切って、包丁をつまでも、そこの、ここへ、はい、ここにやってみようね、で、今度はこれ洗い上げ、はい、こうやってね、うん、よう見せて、卵が、あの、骨折っていうのがあるね。いや、それあんまり聞いてない。いや、ほんでこうやって言うの、みんな、うん。で、ここの先はちょっとこう、先じゃない、もっと、捨てといて。うん、全部して。見るだけ洗わんの、見るだけ。いや、洗うとかも、洗うとかも、洗うとかも。じゃあ、次はね、でね。はい。なんか、蒸したよ。どれ、もう火にかけたらね、強火、うん、最初は普通にかけてるかな、うん、かけた、種用意しようかな、それちょっと、きゅうりも切らんといかん、それちょっと見てくれん、それとは何、今のうなぎさん、うなぎのかば焼き、刻みご飯かけるのでどうやって書いてる、刻みうなぎのかば焼き、お湯でするし、電気じゃない、炊きたての炊飯器の中に入れて10分程度蒸らします、うなぎの身が崩れないように優しくかき混ぜて出来上がり、うん、ならいい、あれだからこれご飯にかき混ぜる、いや、そうじゃなくてって書いちゃうの、うん、今日はできんね、そんな他のもの、これは当てにしとったのに、うん、そんなことしたら他に何かある、何かある、これ牛丼、いや、昨日食べたのに、
吉野家で書いてる。それやったら俺ここにカレーあるき、これでいい。まあちょっと待って。いや、カレーがいい。だってこれ食べんといかんなるもん。八金地鶏のハンバーグと万次郎かぼちゃのレッドカレー、四万十ぶちかん果実、果汁入り、ハンバーグ入り、辛口。いいね。いつまでと書いてる、賞味期限。うん、大丈夫、これ煮詰めるだけ。味噌汁沸騰してきたで。沸騰したな。こんな合わんね、カレーに味噌汁。いや、かまん、かまんて、うん。これ何、全部入れるの？全部入れる。丸島の出汁の素。これ一応だ。知らん。三人分だけ何本とか入ってる。半分、半分、余計に全部入れたら。全部入れたよ、だって全部言うて言うたよ。ほんで買いちゅうろって言うたのに。全部言うたよ、全部入れた。まあ、ありがとう、こういう。まあ、ええよ。お味噌よくいけられんと思う。あの濃い雰囲気。あ、そうだから、いだしやるって言うんでしょ、もう見てて。タニタ食堂の原味噌、我が家これです。もうね、これ小さじ2杯ぐらい。もっと入れないかんけど、だしを入れたっけ。だしが濃い色、だしがこういう風に。え、これ、え、でも味噌汁ってこれ火止めてから入れるっていうか。いや、ナッパ入れる気。今やってるで、ナッパ入れない。え、酵素が死んでしまうやないや、言うてんがよ。いや、けんど、いかんの、これは。もう入れるの、これ。入れるゴミやる。入れるの。入れて。はい、入れるゴミやるわ。入れた。そうなん、よくわからん。味見てみよう。うん、別に飲める。飲むと、うん、これはまあ、あと見せないかな。さっき何、これちょっと、よ、強めて。どれの、どっちを。これこれ、だから入れる、うん、やるって、うん、よ、強めて、パッと入れて。で、今入れるの。うん、パッと入れて、うん、で、これで混ぜちゃうと、スッと消えてして、全体が入ったら、全体かぶったら、うん、教えるわ。手段の見せないか。今言われて。おかぶったけ、うん、火を止めて。はい、止めた。止めて出来上がる。はい。じゃあ、沸いた。これに5分、6分入れる。全部入るかね。全部入らないでも熱は伝わるわね。これどうし込んでる。押し込まんだし、それで、まあ、熱は伝わるわね。いかんいかん。伝わるって言うの。混ぜて、あるって。もうそうにするよ。でね、ここからこう取り行きね。ちょっとどうかな。時間を見よってあげるって。いや、みんなも我慢で、だから。いかんって、なんで。かまんって、そんな貴重めにやらないし、大体で。なんか妙なところのこだわりは。今で約1分だけね。そんなね、1分、今1分言う間に多分3分ぐらい経っちゅうて、もうすでに入れてから。いやいや、おばあちゃん、ちょっと見た。ね、そんなことない。絶対ね。はい、できた、きゅうり、切れました。あ、そっか、自分のところ。これ、ええんじゃない？それなりに。ほんで、納豆も出して。出してますもん。そうなの。あとご飯入れたらいいだけ。なんか上をおかす、おかすようにして入れてね。はい、できました。出汁の素入れすぎた味噌汁。いやいや、かかまさん。これも。かまさん。これも。美味しそうね。美味しっかりそうだから。うん。